はい、次は後半インです。2スタート。2スタート。前半いくつでしたか？前半ね、53。13。じゃあ後半は40。46。で、99。うん、99。99だね。うん、私は45なんで、まあボギーペースかな。うん。パッと見そんなに難しく見えなくても、やっぱなんかこう、そうだね、ちょうどいいところにやっぱバンカーがあるのか、バンカーだねって感じです。そうだね、難しい、難しい、ちょっとねスルーなんで、うん、後半はご飯食べてませんので、はい、ちょっとお腹すくかもしれませんが、朝しっかり食べたからね、食べたからね、集中力切れないようにして、ね、私朝ごはん、朝ごはんっていうか、昨日から感じたのはやっぱこう米が美味しい、美味しい、美味しい、お米がめっちゃ美味しいです。やっぱ食べなきゃ損だね。ね、魚沼産コシヒカリを使用しているようで、めちゃめちゃ美味しい。新潟だからね。ね、うん、お昼もちょっとお米をねがっつり食べたいなって思って。食べたいね。ね、っていうことでお昼もご飯に向けて頑張ります。頑張ります。はい。はい。すごいドローンで飛ばしてるから。うん。キュイーンって。すごい。見やすいね。ちょっと逆光であれかな。手でクリックすればおうこういう風に、ね、見えるのね。そうそうそう、見えるの。いいね。で、先のホール見たいときはここ押せば11番ホール、12番ホール、で、お知らせ、お昼、お昼何食べようかな。美味しそう、カレー美味しそうね。え、カレーとステーキ。はい、お願いします。ちょっと打ち上げ左が狙いどこっぽいね。右バンカーあるからやだよね。うん、ちょい右だっけ。うん、オッケー、ナイス、うん、ナイスショー、真ん中ナイスです。はい、左足上がり115ぐらい、ぐらいかな。うん、7番ユーティリティです。おい、あ、惜しいね、惜しいね、ちょっとね、ライがね、うん、引っ掛けそうな感じだ。惜しい惜しい、うん、当たり良き、うん、おー、ちょっと弱いぞ、弱いちょっと弱いぞ、おー、うまい。あ、でもちょっと読みすぎた、ね、いや、でもナイス。左ドッグ、うん、右 OB のバンカーが所々ありますね。で、ピン奥。最初は、落としどころは、うん、なるべく左目。バンカー集中でやりたい。そうだね。うん、ナイスショー。全然集中じゃないけどね。もういいところ。うん、なんとバンカーがあってギリギリでした。ティーショットはそこから打って、ここまで見えなかったんだよね。うん、ナイスショット。いいとこ、ナイスフェアウェイ。ピン奥だったよね、確か。手前のバンカーがあって左側で、左、左たい、うん、ナイスショットでも左行く分にはね、うん、OK 乗れ、惜しい。落とし場所はどこに。あら、境目か。かわいい。この子たち茎が硬いんですよ。硬いでしょ。硬い、茎が硬くてこれ詰まるね。そう、早い、うん、早い。あ、切れなかった。最後なんかこっちに座ったけど。はい、ここは12番でーす。なんか2段グリーンですね、うん、の、こう、今日は下です。下だね。はい、ち
130ヤードってことやったらちょっと125ぐらい打つ感じで、うん、よいしょー、いい感じ。あとは距離が、おー、オッケーオッケー、乗った乗った、おー、ナイス。これは、お、寄ってく寄ってく、おー、なんかナイス、バーディーパットです。右ドッグなのかな、どちらかというと、うん、な、右に行ってからまた左にピン置く、うん、でもパー4か、そうだね、どちらかというとまあ右ドッグレッグね、うん、左のバンカーに入らないぐらい、そうだね、右側よいしょ、あれ、あ、あれ、あ、でも手前手前、オッケー、ギリギリセーフー、50、ナイスショ、ナイスオン、短すぎたかな、うん、そっから下ってんだよね、キュイーン、おお、ねえ、切れなかった、オッケー、ダメよ、うん、ちょっとこっちから、ここから打ち直します。オッケー、ナイスショー、これ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 、ナイス、いや、いい景色ですよ、うん、えへへへ、あれ、あ、入ってない入ってない、バンカーに入ってない。110ぐらいです。つま先上がり。うん。お、いい感じ、うまい。何度目の正直。お、いいぞいいぞ。おー、ナイスオン。おー、寄ってる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 。おー、ナイス。上からの下りですが。大丈夫。入る。惜しい、うまい、悔しいな、インコースの茶店です、ところてん、ところてん、あのサービスのところてんですね、あ、ありがとうございます、いただきます、さっぱりしてそう、おいしい、おいしい、癒される、汗かいたからね、ね、ちょっとお酢がね、うん、体に染みるね、うん、次15、15、16、17、18、あと4ホール、4ホールか、4ホールですね、うん、4ホールあったら、うん、温泉かな、そうだね、うん、温泉も、ね、そうだね、露天があったから気持ちよかったね、すごい気持ちよくて、うん、あとやっぱ温泉付きのやっぱゴルフってね、うん、いいよね、露天があるとこってなかなかなくない、うん、ね、露天風呂、うん、しかもちゃんと温泉だから、うん、後半の後半も頑張りますか、頑張りましょう、はいはい、はい、頑張ります、頑張ります、変なものを見つけましたモアイ像からこれどこに売ってるんだろうね遊びたくなるね、永遠にあの、うん、放たれてるモアイ像ですね、放たれてるモアイ像ですね、ありがとうございます、15番ホールは打ち下ろし、やや打ち下ろし、やっぱりバンカーあるね、景色がすごい綺麗です、綺麗、狙いはこれを狙いたい、旗通りかな、はい、基本2日に1回はクラブ握るようにしたんですけど、うんうん、今回2日間握ってないんです、おー、ルーティンしてるとダメだね、そうだね、やっぱルーティーン大事だよね、ナイスショー、あー、オーケー、うん、
ん、フェアウェイ。あ、バンカー入んないで。セーフ。セーフ。うん、ナイス。おー、いい当たりした。ナイスショッ。いいところ。15番ホール。なんと。フリークが。実はありました。全然切れてなかったけど。なんとか2人とも超えてたけど、うん、普通に息がありました。ありました。気をつけましょう。気をつけましょう。グリーンがうねうねしてたね。こっから見るとね、平らに見えるんだけど、実際グリーン今見てみたらうねうねしてるんだよね。ナイスオン。あ、いいいいいい、寄ってる寄ってる寄ってる。やっぱこの手前でフックするの。オッケー。これ超怖いよ。これぐらいの距離感ね。スライス。スライス。わ。ナイスイーン。打ち下ろしのパー3。うん、ちょっとレディーティーだと、まあ、池は右側なんですけど、レギュラリティーになると完全に池越えになります。75ヤード。アプローチだけど難しいね。今のところのショートでは一番短いかな。うん。綺麗に上がった。あ、おっと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 なるほどね。なるほどね。なるほどね。なるほど。そういうことですか。あ、そう、短いとはいえ、うん、手前の、あの、この傾斜のラフに当たると右に跳ねて息に落ちます。はい。気をつけます。気をつけましょう。残り35ぐらいかな。大きい流がった。おー、惜しい。うん、惜しい。ほぼ乗ったようなもん。ナイス。スライス。結構スライスする。いや、最初ラフでちょっと壊れちゃったかもね。フックなのかな。あれー、なんか反対に切れたね。OK。うん、グリーンの手前にもバンカーあるね。うん。あ、グリーンっていうかピンの手前もう。左にね。よいしょ。でもいいところ。うん。またまた難しいな、このグリーン。きついね。うん。2段になってるし、なんか傾斜になってるし。ナイス。ナイスオン。うん。うん。多分ちょっとカメラとかじゃわかんないんだろうけど、波打ってます。最終ホールです。最終ホールです。パー5、打ち下ろし1段目。はい、お肉食べたい。昨日食べたけどやっぱり、ね、やっぱお腹空いてきた。でスルーはいいね、お腹が空くから、ね、終わった後ご飯がめっちゃ美味しい。最後のドライバーショットです。うん、いいじゃん、ナイス。今日一、今日一、追いついた。今日一、ナイス。左は池があります。左が池。この右のバンカー越えを狙うか、バンカー手前で刻むか。キャリー130あれば全然越えると思う。バンカーの方に向いて。おう、オッケー。あ、入んないで。入っちゃうかも。どうかな。消えたよ。いやー難しいね、この18番。左はもう上からずっと雪がこうつながってるんですよ。
手前で止まって、お、出て、入っちゃった、入っちゃった、もうバンカー、後半はバンカーに捕まりますね。バンカーからバンカーへ。うん、オッケー、出た、うん、オッケーオッケー。バンカーはなんか苦手とかあります？やっぱグリーンの手前のバンカーは苦手かな。距離感はね、そう、ここはちょっと離れてるから思いっきり触れるけど、うん、怖いな。お、いい、転がって、オッケー、ナイスーナイスー。おー、ライン乗ってるよ、ライン乗ってるよ、惜しい、オッケー、ナイス、お疲れ様。はい、お疲れ様でした。インコースも覚えました。うん、インコース、うん、難しかったかな、ね。バンカーがやっぱ相変わらず多かったね。多かったな。うん、多かったし、私多分数えてないけど、多分後半20パットぐらいする。なんかグリーンが広くて。広かった。広いし、うねうねしてて読めなくて。読めないね。そう。から。3パットまず4回してるから、うんうんうん、そっから多分1パットそんなないから、多分20パットって47だから、47、超もったいない。はい、見事私の今日のプレーが、うん、この設計者の罠にはまってるプレーなので、うん、いいとこにバンカーに作ってあるなって、うん、でバンカーから出たと思えば見事またその次のバンカーへ。そうね、うん、あと池も多かった、池もなんか印象かもしれない、ね、インコースは、うん、でも楽しかったね、楽しかったですね、綺麗だったね、綺麗、インコースのやっぱ景色が良かったかも、うん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 、あとそんなに汗もかかないし、かかなかった、じゃあ虫もいなかったし、いなかったね、うん、はい、お疲れ様です。はい、お風呂にも入ったので、チキンです、お昼を選びます。ねえ、何にしようかな、天ぷらへぎ盛り、うん、とかね、あ、ネギトロ丼も美味しそう、そう、美味しそうなの、なんかね、ゴルフ場のメニューっぽい感じだね、うん、あ、確かこの野菜カレー美味しそう、そう、野菜カレー美味しそう、うん、その下の牛タンキムチの石焼きチャーハン、うんうん、これもなかなか美味しそうですよ。昼ご飯です、サラダバーが充実です、すごい、リンゴ酢、蜂蜜とかリンゴ酢とかお酢のビネ、お酢がたくさんですね、お酢ドリンク、私は冷やし担々うどん、うどんみたいな、うん、なんか麺が海苔が入ってるみたいです、ということね。へぎそば。へぎそば。海苔のへぎそばって書いてあった。うん、美味しそう。と天ぷらセット。天ぷらセット。ビール。イエーイ。お疲れちゃん。はい。うまいね。美味しい。どう？うん、美味しい。うまい。すごいそばが締まってて。いい音したね、うん、だやっぱご飯のレベルは高いね、高い、だってお昼ご飯だって何食べようか悩んだし、種類が多くない、うん、種類多かった、うん、さあスープ付き、違うわ、うどん担々麺、これかけるんだ、あめっちゃ濃い味、りょうこちゃんはちょっとこれをスープと間違えて飲んだそうなんですが、超濃い、これ担々麺なのでこれにかけるらしいです、かけるのか、多分かけるんで、つけるのかな、飲んじゃった、それめっちゃ濃く感じたの、担々麺すごい好きで、いいよね、夏場食べたくなるよね、てか基本辛いもの好きなんですよ、うん、お腹がついてこないことが大事、うん、うどん、まあ、A 麺に近い麺が、うどんちもちしてて、うんうんうん、弾力がある、うん、なんか腰っていうよりも弾力、はい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 、冷麺っぽい、あ、でもめっちゃ美味しいよ、なるほど、辛いのかけたいよ、まあまあ、サラダバーもついてるからね、うん、たくさん野菜も取れるし、うん、
絶対ビールが合うやつだね。ね、美味しいよね。うめはい、じゃあ今直行バスで、うん、今帰宅中です。東京駅までね。東京駅までね、うん、はい。で、今回の私たちがいたベルナッティオでは10月24、25にリーゴルフオープンで、そこで開催されます。はい、はい、一泊宿泊される方は前夜祭もあり、ゴルフ友達もできて、交流がもうできて増えて、でもあと楽しいことしかなかった、ね、そうだね、もう、はい、楽しいことづくめだね。うん、ご飯も美味しかったし、あの前夜祭は昨日見たけど、すごい広くて綺麗なね、そうそうそう、ところでやるからね。はい、ぜひとも皆さんご参加お願いいたします。楽しみにしております。はい、旅行として皆さんぜひ遊びに来てください。うん、はい、絶対私たちもプライベートに行きたいですね。はい、プライベートでも本当に行きたいなと思っているような場所で、すごいとても素敵だったので、皆さんぜひとも来てください。来てください。はい、そしてこのリンゴルフの高評価とチャンネル登録、うん、高評価、コメントお願いします。お願いします。今回のこのベルナティオのやつは概要欄に旅があるハタあると思うので、皆さんぜひ来てください。来てください。